おはようございます。レイです。1月29日日曜日の今日はスタップ細胞についてお話しいたします。これは2014年日本の理化学研究所など日米共同研究チームは新たな万能細胞である刺激弱気性多機能性獲得細胞スタップ細胞の生成に成功したと発表。刺激弱気性多能性獲得細胞っていうのは動物の分化した細胞に弱酸性溶液に浸すなどの外的刺激を与えて再び分化する能力を獲得させたとして発表された細胞なんです。2014年1月に大方春子、笹井義樹らがチャールズ・バカンティや和歌山照彦と共同で発表したとして論文2本を学術雑誌ネイチャーに発表しました。しかし論文発表直後から様々な嫌疑や不正が指摘されまして、7月2日に著者らはネイチャーの2本の論文を撤回しました。その後も検証実験を続けていた理化学研究所は、同年12月19日にスタップ現象の確認に至らなかったと報告しまして、実験打ち切りを発表しました。同25日に研究論文に関する調査委員会によって提出された調査報告書は、スタップ細胞、スタップ幹細胞、FI 幹細胞とされるサンプルはすべて ES 細胞の混入によって説明できるとし、スタップ論文はほぼすべて否定されたと結論付けられました。そしてね、後にこのスタップ細胞の特許についてね、一時騒がれたことがありましたよね。これについてね、クロワ .com さんっていうね、これ質問に対して答えるようなね、サイトなんですけども、そこでね、見つけた回答についてご紹介いたします。未だ特許が認められたわけではありませんが、なおも継続して応答を続けております。シーベルエビデンスインクにより、更新料、維持料が支払っています。しかしなぜかね、日本の特許庁への申請は、ブリガム&ウィメンズホスピタル名のまま継続されているということなんですよね。で、期限ギリギリで最低限の応答がなされていること、申請の更新料や維持料が支払われていますから、時間稼ぎをしながら、他社からの特許申請を抑えている状態だと思いますっていうね、まあ考察もね、載っけられておりました。まあつまりね、特許申請は行われてはいるんですけれども、未だに特許を習得していないということなんです。過去の記事などもね、調べたんですけれども、特許習得っていうね、事実はありませんでした。アメリカが特許を習得したっていうね、話はね、ツイッターでは見かけたんですけれども、証拠となるソースはね、残念ながらありませんでした。しかし未来にはスタップ細胞が再現され、医療に役立つ日が来ることを望んで待ちたいです。救える命が増えることは悪いことじゃありませんよね。それでは皆さん、今日も良い一日を。